本日ここにあの OBKG エファンと書いてありますが、カリッサという彼女が OSAD に入学を決めている彼女です。はい、翻訳ですね、はい、あの通訳してくれましたので、ね、はい、はい、ではみんな呼びますね。はいはい、はい、スモニャー、スラマチヤン、バケマンのアビサブカカメラ何しゃべっててこうかね。ハローハロー、いや、ブカカメラや。先生、お名前が米山先生でしたよね。米山です、はい。はい、米山先生ですね、はい。はい、ハロー、スモニア、バケマナ、アダディシトアダ先生。OK、ジディ、dari Batam itu jadi semua sudah ikut ya. Halo. Dari Batam ya, dari Batam semua ikut ya. Lalu dari Bangka itu beberapa orang ikut ya. Betul kah? Tapi masih sedikit saja ya. Sensei, すいません、少々お待ちください。まだ全員入ってきておりません。はい。はい、お待ちします。大丈夫です。はい。はい、すいません、あの、はい、今日ですね、はい、あのちょっと山田がおりませんで、はい、私宮本と申します。私がちょっとあの途中対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。井上先生でいらっしゃいますでしょうか。はい、私井上です、よろしくお願いいたします。すいません、いつもお世話になっております。はい、こちらこそすいません。みんな入ってきたら何人なるのかな。よいしょ。ボケたらこの手元がボケてくる。そうですよね。うん、じゃあもうあの時間もったいないから、もうカリッサ始めましょう。始めます。はい、あの途中で入ってくる子はもう遅刻ということで、私はもう嫌いなので遅刻は。大丈夫ですか？うだしやっか？うだしやっすもあにゃか？始めていきましょうか。うん、そうですね。OK。いや、jadi itu sayang sekali. Itu hanya satu jam saya saja ya. Kita mulai ya. Hari ini saya memperkenalkan itu apa? Sensei manga profesional. Namanya Yoneyama Sensei. Sensei, お願いします。よろしくお願いします。Lalu itu terjemah. Itu menerjemahnya. Ini di sini itu sebelah kanan itu apa? Karissa.Dia sudah lulus ujian OSCD. Nanti dari bulan April menjadi muridnya OSCD. Ya, oke, kalian oke. Hai, jadi, 先生、あの、よろしくお願いいたします。はい。カメラ切り替えは、私がホストにならないとダメなんですね。え、あの、好ホストにしてありますからもう大丈夫ですよ。大丈夫ですか？すぐ使っていただきます。はい。これどうやって大きくするの？自分が大きくならない。自分が大きくなりませんよね。あ、それは、大きくするためには表示っていうところの表示。先生、一人自分をフォーカスするためにはそれ何だったっけ？それ今これ何したらできる？表示のスピーカーですね。スピーカー、あ、今なりましたね。いや、こっちになってないんですよ。こっちになってないんですよ。あ、あの、いや、あの、そちらの表示っていうの右上にありますよね。右上？あ、これ、あ、これですね。はい。はい。右上の表示をスピーカーっていうのにチェックしてもらったらなると思うんですが。スピーカーに今なってるので。はい。スピーカーになってるんですけど。ギャラリーにするのかな？ギャラリーにするんですか？いや、ギャラリーにしたらちっちゃくなってしまいますので。今、小さいままなんですけども、井上先生が大きい状態なんですよ。いや、そちらで右上にしてスピーカーにしていただかないとダメかもしれませんが。ですね、向こうの。それ、スピーカーですね。ピン。ピン、うん、クラスルームはピンやけど。それどこどこどこ、あの、今日、自分のところで、あの、言ってあげて、すぐに、ね、あの、通訳だけじゃなくて言ってあげて、それ分かってるんやったら。ん？全画面表示でもありますとも、全画面。全画面表示。全画面表示。スピーカーにして全画面表示になりませんか？画面の一番右上。はい。表示って書いてあるとこですね。はい。で、今、スピーカーになってるんですよ。
マウス動いたら出るんですか。なんでやろう。マウス動かしたら出ると。マウス少し動かしていただきます。はい。変わらないですね。変わらないですね。いや、私じゃあ送れるんですが。ピンにちょっとしてみる。あ、なりました。あ、なりました。あ、なりました。よかったです。はい、よかったです。はい、じゃあちょっとお待たせしました。始めたいと思います。大阪総合デザイン専門学校の漫画アニメーション専攻で、漫画を教えてます米山と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんはね、特にその漫画を描きたいとかそういう形で学校に行ってるわけじゃなくて、まあ、日本語の勉強されてると思うんですけども、まあでもやっぱり日本語の勉強されてる方っていうのは一応にしてこう漫画とかアニメが大好きだっていう方が多いので、今日はこの学校のその漫画コースの中の授業の一つでですね、キャラクターの描き方の本当に簡単なねことをちょっとやってみたいと思います。はい、ね、先生、はい、あ、ちょっと早いですか。あ、いや、今通訳します。はい、どうぞ。全員で先生dari OSD、先生、manga sensei dari OSD yang bernama Yoneyama sensei. Hari ini, dia akan mengajarkan ke kalian tentang cara mudah mengkayak simpelnya membuat apa menggambar karakter desain gitu untuk manga. Hai. Hai, どうですか。はい。はい、どうしてもねちょっと難しく考えがちですけども、本当に簡単なね書き方をちょっと考えていきたいと思います。はい、mungkin kira-kira susah tapi sebisa mungkin akan dibuat mudah sama senseinya。はい、で今日やるのがですね、顔の描き方で、その顔をどうやって描いたらいいのかと、それからその顔の中でも表情、人間の感情が顔にこう現れた時の表情の描き方を少しやりたいと思います。Jadi yang hari ini akan Yoneyama sensei akan mengajarkan tentang cara membuat cara menggambar wajah serta yang di wajah itu ekspresi wajahnya。はい、皆さんね、よかったら紙と鉛筆、何でもいいですので、紙と鉛筆と、まあ、消しゴムぐらいね用意して、ご準備ください。Jadi, tolong dipersiapkan kertas, pensil, dan penghapusnya. Hai. Hai, じゃあね、画面切り替えます。これからはね、ちょっと私の顔ではなくて、手元がね、映るようなカメラに切り替えたいと思います。Jadi, akan saya pindah layarnya, menjadi, pindah jalan layarnya, jadi menunjukkan tangannya Yoneyama sensei. Hai. Hai.Jadi kali yang ini itu Karissa itu belajar bahasa Jepang di OBKG 1.5 tahun saja. Sudah lulus N2. N1 bagaimana? Belum selesai. N1 juga. N1 ya. Sudah lulus N1 1.5 tahun. Jadi bisa menerjemah seperti ini ya. Ya, dan itu nanti dia bisa bisa belajar di OSCD. Sudah lulus ujian juga. Ya. Hai. Hai, じゃあ行きますね。まずね、顔の描き方なんですけども、簡単な、本当に簡単なね、ことでですね、皆さんも絶対描けるね、顔を少しずつやっていきたいと思います。はい、tunjukkan cara mudah, cara mudahnya, pertama-tama buat wajah. あ、はい、すみません、続き。はい、じゃあ行きます。まずね、誰もが描けるですね、この、丸。Jadi pertama lingkaran. ここにこういう点をプラス。Lalu gambar titik-titik dua. そしてこういう線をプラス。Dan plus garis. これでもう顔ができましたよね。Dengan gini bisa menggambar wajah kan? で他にも。丸と点とこれでも顔の表情ができます。では右にあるエクスプレッシブ wajah yang lain。作っていきますね。丸と手も一つ。食べさせたらぎ。
はい、こんなふうにね、すごく単純なこのマークのようなものでもですね、人間の顔っていうのがね判断できます。ここからがね、もう人間の顔をかけてることになるんですね。ini cara ini simpelnya kan bikin ekspresi wajah dengan gini kan udah bisa menggambar macam-macam ekspresi wajah。 じゃあもうちょっと変化させてみますね。例えば口が今ね線で表現されてますけども、もうちょっと口を大きく開いたような状態、ちょっとこの間のスペース開けますね。 jadi sebelumnya kan gambarnya cuma pakai garis untuk wajahnya, sekarang akan dirubah sedikit, didetailkan。はい、これでもね、変わりましたよね。口元がただの線ではなくて、ちょっと大きく開いたりとかこう、ね、変化をさせていくと、ちょっとさっきのマークよりも、ね、人間の顔の表情っぽくなります。Berbeda dari yang tadi yang cuma pakai garis-garis saja, kalau dibuat ada space-nya gitu jadi kelihatan lebih natural。でもっと入れてみますね。例えば目がねまだ点だったものがちょっと線を大きくして、こうしたり、こんな感じにしても顔の表情が変わりますよね。こういったものはね、なんか絵が描けない、絵が苦手だなっていう人も絶対描けるものなんですね。Ini hal yang maksudnya bagi kalian yang bilang aku nggak bisa gambar, aduh aku jelek banget gambarnya, pasti bisa gambar begini kan? 人間の顔を描くときに、顔とあと表情とかを描くときには、この目とか口とか、これがどんな風に変化するのかと組み合わせ、それでね、描けていけます。Dalam gambar itu yang salah satu yang penting itu wajahnya beserta dengan ekspresinya. Jadi wajahnya sama ekspresinya kayak di mix gitu.supaya bisa jadi satu gambar。 あともう一つですね、表情を変化させる大事なパーツに眉毛があります。 lalu yang salah satu bagian yang penting juga adalah dalam gambar ekspresi wajah itu adalah alis。 今からね、この目と口、これは固定させて、いつぐらいかな、これ、ね、これは3つ全部同じ目と口の組み合わせなんですけども、これにね、眉毛をちょっと付け加えてみたいと思います。例えばこういう眉毛を付け足すものと、こういう眉毛を付け足すものと、こういう眉毛をつけ足すものでは顔の表情って変わりますよね。Kalau misalnya dikasih alisnya yang kayak begini, setiap yang tadi awalnya gambarnya sama, semua jadinya berbeda-beda kan? こんな風に顔の中のパーツの目と口と眉毛のパターン、これをね変えることで表情は変わっていきます。Dalam ekspresi wajah selain mata dan mulut, alis juga itu mempengaruhi。perubahan ekspresi wajah。 例えばね、今度はこんな目とこんな眉、今度はね、目と眉毛を固定させて口をねこう変化させていってみますね。dan sekarang dicoba mata sama alisnya sama tapi yang dirubah itu nanti mulutnya。
目と眉毛は一緒。だけども、ここにね、口が、こういう口がついた表情。それと、こういう口がついた表情。そして、こういう口がついた表情だと、またね、顔に表情の変化が現れますよね。Dengan ada gambar mulut kecil seperti ini, jadinya ekspresi juga jadi berbeda. まずね、最初にね、やったすごく単純な簡単なね、形のマークのようなもの、これで、目とか眉毛とか口なんかをですね、こう描くことが誰でもできるよねっていうことを確認してもらいました。Jadi yang tadi sudah diri anggap seperti di review kayak cara menggambar ekspresi wajahnya. じゃあね、こういうふうに、漫画とかね、このキャラクターを描くときっていうのは、顔っていうのをこういう組み合わせで描けばいろんな顔が描けるっていうのが分かったっていう上でですね、もう少しキャラクターっぽいものをね、していきたいと思います。Jadi setelah dengan basicnya mengetahui kayak dengan mengubah alis, mengubah mulutnya itu tuh bisa membuat bermacam-macam ekspresi wajah. Setelah ini baru kita akan lebih lanjut ke bagian selanjutnya.はい、まずね、これはちょっと置いておいて、キャラクターのね、じゃあちょっと描き方です。さっきはね、このまん丸で丸を描いて、単純なね、形で目とか口とかを描いていきましたけども、もう少し漫画っぽいキャラクターにね、するために、どういうふうなね、描き方をするのか、やってみたいと思います。Jadi yang sebelumnya tadi, gambar mukanya pertama langsung gambar bulat, terus tinggal gambar bulat-bulat dan garis lagi, sekarang akan dibuat lebih ke menggambar karakter manganya.はい、はい、まずですね、まん丸で描いた顔を少しね、ちょっと縦長に描きます。Jadi yang tadinya benar-benar bulat, sekarang bikin rada oval. で、あとね、バランスを取るために、ここにね、真ん中に線を入れますね。Jadi supaya balance, di tengah-tengahnya dikasih garis.で横にもね真ん中ぐらいに線を入れます。あるディスプラスディサンピングとかです。たまたまサンピング。当たりを入れるっていう言い方をするんですけども、大体の目安ですね。目安を入れます。顔の中心とそれから横のね真ん中、大体この辺に目が入りますよっていう位置です。jadi garisnya ini sebagai berfungsi sebagai kayak memberi tanda kayak.Matanya di sini loh. Okay. ね、目が入るね、この位置のこの側面には耳がつくので、ここをまた目安に耳も入れといちゃいます。Jadi yang di antara sebelah mata ini kan ada untuk apa telinga? で、ここにね、単純な形で言うと、まあこんな顔でも構わないと思いますけども、もうちょっと漫画っぽくするためにちょっと丸みしようか。Kalau dengan garis long kan simpel, tapi dibuat lebih manga lagi, jadi dibuat bulat. Saki wa kakanakatta kedomo, hana ga ne haitte kimasu. Tadi kan gak digambar, tapi ada hidung di sini. De, shita ni kuchi desu ne. Lalu di bawahnya ada mulut. De, me no ue ni mayu. Lalu di atas matanya ada alis.こういうふうに書けばね、顔の中にね、簡単に書いたこの丸 と十字の中にね、顔のパーツがね、入っていきます。Jadi cara mudahnya setelah bikin apa sedikit oval lalu dikasih garis plus seperti ini baru bikin mata dan lain-lainnya。あと輪郭を調整していって、lalu tebelin sedikit area sekitar bawah wajahnya。で髪の毛を入れて、これ好きな形でいいと思います。Masukkan gambar rambut. Rambutnya bebas kok sesuai dengan suka sama kalian. これね、顔ができました。
Konnichiwa. Dan ini wajahnya selesai. Antan desu ne. Gampang kan? あとはね、いろんな漫画でこの目のデザインとか眉のデザインとかそういったものがね変わってきていろんな漫画になっていきます。Jadi tergantung manganya kan ada desain apa gambar matanya juga beda cara gambar alisnya juga beda-beda macam-macam jenisnya. 例えば、目をもっと大きく描いて、例えば、あの、matanya lebih besar。髪型のデザインとかもいろいろ変えていけば、いろんなキャラクターとかいろんな漫画のデザインになっていきます。Terus kita beda, jadi bisa macam-macam gitu. Halo, kalian bagaimana? Bisa ikut? Terlalu cepat, bagaimana? Bisa? Oke. Okay. Oke okay, kak? Oke, okay, Sensei. Oke okay, ya. Oke. Okay.はい、こんなふうにね、そのキャラクターの顔を描くときには、さっきのね、このまん丸でこうやる、これがね、まあ同じだと思うんですけども、これをね、ちょっとデザインを少しだけ複雑にするだけでね、この表情になってきます。Jadi dari yang tadi udah gambarnya garis-garis doang, kayak sedikit dipersulit.このやり方でね、さっきのやつにまた戻ってですね、ちょっと考えてみますけども、例えば、この一番最初に書いた単純なね、マークのようなもの、これでも、今やったみたいに少し長くして、ちょっと目にして、そうですね、ちょっと大きくしましょうと。さっきのこれには眉毛がついてなかったですけども、これにまあ普通の眉毛をこうつけるとこうなるんですけども、ちょっと表情に変化をね、出したいなっていうんだったら、ここで。こんな眉毛にしてあげると、ちょっと困ったようなね、笑い方になります。Tadi kan di gambar yang bulat ini kan gak ada alisnya, jadi bisa dibikin alisnya gitu. Terus kalau misalnya mau diubah ekspresinya bisa kayak gini, jadi kelihatannya kayak sedikit orang ekspresi wajahnya kayak kesusahan. で、このね、マーク、これも表情にしてみますね。Mari kita bikin versi.Ribetnya dari yang tadi. 手順は全く一緒です。で、眉毛をこんな眉毛にするとちょっと怒ったような表情になります。Kalau alisnya dibuat seperti ini, jadi kelihatan ekspresinya seperti marah. この表情も。鼻をつけただけで全く同じね、パーツを入れて、でもこれも眉毛をこうしてあげると、ちょっと表情は変わります。
pada dasarnya wajahnya sama, tapi yang menambahkan alis jadinya berbeda. こんなふうにまずね、こう単純な形で、ね、描いてみて、そこにね、キャラクターの顔を、これまた単純にね、デザインをこうしていくと、いろんな顔になってきます。だから目とかもね、例えば、こういったちょっと驚いたようなね、顔のマークにしたいんだったら、この目のね、白目の部分をちょっとこう、残してあげると、目を見開いたような、ね、顔つきになります。Jadi kalau misalnya mau bikin ekspresi yang terkejut gitu, bagian matanya agak sedikit diperbesar. Jadi biar kelihatan seperti kayak melotot gitu, kayak kaget. で、眉毛を少しちょっと上の方に上げてあげると、びっくりした顔、ちょっと驚いた顔になります。あ、大丈夫です。あ、あ、menurut kalian less sensei terlalu cepat bisa bilang ya. Eh, この下の方も行ってみましょうか。Mari kita buat yang bawahnya juga coba. だいたいのね、位置を決めてたら大きくずれることがないのでね、描きやすいです。Jadi kalau saya udah tahu kan udah bikin kayak penempatan posisinya markingnya kayak tadi jadinya gampang bikinnya. Karena penempatannya kan semua hampir sama. やっていくとね、本当にいろんな表情が、ね、描けるようになってきますので、まずはね、いきなりこう難しいその漫画のキャラクターこのね、状態じゃなくて、ちょっとね小さくこの丸を描いて、どんな組み合わせをがあるだろうかということをね、ちょっと落書きのようにねしてから、こんなその表情を顔に置き換えてみるっていうようなね、ことをしていくと、そんなにね難しくなく人間の顔っていうのがね、いろいろな表情でね描けるようになるんじゃないかと思います。Jadi mungkin kayak kok gambarnya susah sih gak cara gambarnya kayak gitu. Tapi kan dengan di breakdown kayak gini jadi kayak oh iya ternyata dengan gambar begini ekspresinya oh bisa dirubah kayak gini jadi gampang ya. Tuh desu ka? Kakemashita? Bagaimana bisa? Kita. Ii desu ne. Muzukashiku nai desho? Gak susah kan? Hai, kalau bisa coba siapa saja boleh lihatkan ya, lihatkan itu kertasnya, saya mau lihat. Oh, ah, iya, sih. Bisa masuk?今の学生にちょっと途中経過見せなさいと言っておりますが、はい、見えてます、見えてますか、皆さん頑張って書いてくれてる、クリスティナ、クリスティナバゲマナビサカ、クリスティナオレリオ、おおおおおわすごい、いやジュリウスバゲマナ、ジュリウス、ジュリウス、おおすごい、あなんかすごいこと書いてるな、いやババラバゲマナ、ちょばちょば、はい、なんかちょこちょこ書いてますね。やんないじゃん、バゲマナ。アルフィン、サミュエル、ロイス、ギマナ。ビサイシカ、ビサトリスカ、ビサガンバルカ。シアパ、ビサムリハッカン。お、マリア、マリア、バゲマナ、マリア。おー、いや。はい、少しずつが書いてるようですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、続きお願いいたします。はいはい、皆さんね、思ったよりもね、上手に書いてるようなので安心しました。で、今ね、その書いてもらったのが、まあ、マークのようなものからね、いろんな表情に置き換えられるよっていうのを書いてみましたけども、今度はね、せっかくなので、正面向きではだけじゃなくてね、みんな結構書けそうなので、これをじゃあ、斜め向きになったらどうなるのかっていうのをね、ちょっと考えてみましょうか。正面向きだったらね、このビサバゲマナ、ちょっと落ちてください。あ、jadi katanya kalian udah pada bisa gambar kayak bagian depannya, jadi
mari dicoba sebagian sebelahnya mukanya, bagian samping mukanya. Hai, silakan saja. Hai. じゃあこの辺でやろうかな。さっきね、正面向き書いたときには、こう丸を少し長くして、真ん中に中心線、それから横にも真ん中に線っていう形でね、やっていきました。じゃあこれがね、斜め向きになったらどういうふうに、ね、なるのか。Jadi kan tadi awalnya kalau bikin yang apa tampak depannya kan bikin rada oval terus kayak bikin tanda 10 begini, X begini kan, F plus begini. Terus kalau misalnya yang selanjutnya kita akan ke yang bagian samping, Kak. Hai. Hai, じゃあですね、まずね、これも簡単に当たりというね、目安の線を入れてみますが、さっきはね、この真ん中に入れたね、縦の線をちょっと位置をずらしてあげます。Jadi yang tadi apa garisnya di tengah agak dibikin gambarnya di sampingnya. Di yokono sen wa mannaka ni heikou de ii desu. Lalu garisnya satu lagi itu ada di kira-kira tengahnya. De chōdo ne kono mannaka no sen ga kawattan desu kedo mo kocchi ni space ga ko arimasu yo ne. Koko ni ima made chotto chiratto shika miete nakatta kono mimi ga ne miete kimasu. Jadi yang sisa space yang di situ itu yang tadi kelihatannya kecil gambarnya itu gambar telinganya sekarang taruh di situ. この辺かな? Mimi. Mimi が見えたら、今度耳とこの顎の先、ここですね。ここをつなげてあげます。Jadi setelah itu dari telinganya disambungkan ke bagian dagunya.でこの目の位置とこの顎の位置ももう少し柔らかくつなぎます。Lalu dari sisi matanya sebelah sini disambungkan ke bagian dagunya juga。でここからねこの耳の後ろのこの辺ぐらいまでこの辺ぐらいまでをつなぎます。Lalu terakhir sambungkan dari bagian stick belakang telinganya。これがね、人間の後ろのね、後頭部って呼ばれるところなんですけども。最初に丸を書いて、この辺がまだあるんですけども、実際人間の頭がね、この終わるのはこの辺ぐらい。ちょうどバイクのヘルメットがね、当たるぐらいの位置ですね。Jadi kan masih ada sisa yang itu yang di belakang bukan yang garis tipisnya, tapi sebenarnya kepala manusia itu cuma sampai garis yang garis tebelnya itu aja. Jadi kayak seperti pakai helm gitu. じゃあこの部分は何なのかっていうとね、もう後頭部がね終わるところからが首が始まって、ね、dari bagian belakang kepalanya itu yang dari garis tipisnya itu dimulai ininya gambar lehernya.よく間違ったね、書き方をこうしている人で言うと、この後頭部がこの辺まで来てしまうと、間違い。Jadi, kalau misalnya bagian kepalanya berakhirnya sampai di bawah telinga, itu salah. 耳のね、後ろのちょうど目があるラインのちょっと下ぐらい。Jadi, mulai bagian belakang kepala itu berakhir di depan.Pas di tengah-tengahnya telinganya sih. Jadi nggak sampai terlalu bawah sekali. こんな風に斜め向きでもね、単純にその顔のパーツだけ描くんじゃなくて、頭全体をね、描いてバランスを取ってあげると、キャラクターが安定します。で、memastikan kayak apa, setiap bagian-bagiannya sama.Bagian-bagiannya semua tergambar apa balance itu baru gambar. Nare nai to muzukashii kamoshiremasen kedo mo, chotto ne so iu shikumi da to omotteoite kudasai. Mungkin ada yang enggak kebiasa tapi caranya begini. De koko ni ne, sakki shoumen de ne, kaita parts o irete ikimasu. Me ga aru tokoro wa kono mannaka no tate no line no sayu
このあたり。このあたりに。が、またやですね。眉。で、鼻はですね、この線から少しね、斜めだったら前に飛び出すように、鼻。Jadi karena dia hadap ke samping, jadi hidungnya agak sedikit dimunculkan. De, この真ん中の線をまたぐように口。Di tengah-tengahnya, di bawahnya ada mulut. はい、あと眉毛はね、この目の上にですね、さっきはちょっとこう下に下がるような感じの困ったなっていう表情の眉毛がここにつくと、斜め向きのこの表情が出来上がります。jadi seperti yang tadi apa wajahnya ekspresinya tadi kan kayak sedikit kesusahan, jadi kita juga gambar kira-kira alisnya di sini. はい、でここにね髪の毛を前髪をプラス、まあ、デザインでね、いろんな髪型にすればいいです。で、スライドが、ガバラ、ゲラムね。ゲラムだから、みさまちまち。最初に書いたね、この丸で書いたものよりも、少しだけね、ボリュームつけるぐらいでね、いいですので。で、ランボティアが、すりけってぼわっフォルムね。じゃあね、こういうのもね、練習するのがね、一番ですので、もう一回同じことしてみますね。この表情で、例えば、同じこと。まず目安はね。今、kita latihan pakai ekspresi yang lain。で、縦の線、横の線。で、横の線が入ったら、こっちね、スペースがいっぱいあるので、耳が見えてきますよっていうことになるので、耳を描きます。で、でスペースが多いのと、実はだ、実は頑張る、telinganya。で、顎をつなぎて、輪郭を決めます。で、さっくり sambungkan。ここもね、今ちょっと目のところね、少し強く描きましたけども、よく漫画で見るこういう輪郭があると思うんですけども、ちょうどね、目のあたりのところで少しへこんで、その下が膨らんでっていうね、位置です。で、di bagian apa untuk bagian matanya sedikit agak dicekupkan。でここから後頭部。あ、サイトに眉間バゲンバカンカパラニャ。耳、目のね、最初に横に引いた位置よりも少し下ぐらいでいいんですけども、あまり下にしすぎないで。で、バゲンバカンカパイ、ビサラダ、リビゲンカバワ、タピジャンサペトラルカバワ。で目の位置。から鼻の位置。鼻の位置。鼻の位置。で、目をちょっと位置を決めてから。
書けましたか？で、さっき言ったね、そのよくあるその漫画のね、顔をアップで見るとこういうデコボコした輪郭があると思うんですけども、この輪郭のへこんでるところに目がきます。Jadi seperti yang biasa kalian tuh mungkin kalian pada lihat kayak di manga-manga gitu di bagian rada masuknya itu tempat penempatan matanya. Ini amari kok kan, nani mo kangaezu ni, kono hen ni me o kaite shimau to, okashi na koto narimasu. Jadi kalau misalnya kayak kalian bikinnya gambar matanya bukan di tempatnya kayak gitu, malah jadinya kelihatannya aneh. Me ga hairu tokoro to, sono me no ue no kono deppatta tokoro ni mayuge ga kuru ichi narimasu. Di bagian atasnya itu, bagian atas cekungan apa rada masuknya itu di itu bagian alisnya. なんかね。これ大元のね、この中が要は、こんなふうなね、この骨になってるところで、こういうへこんだところに眼球が入ってるんですね。Kayak seperti di tengkorak itu kan di bagian bolongnya, yang di bagian rada masuknya itu tempat matanya. ここに結局輪郭ができて、目が入って眉毛がついてきますよ。Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini penempatan matanya, alisnya kayak gini. だからね、この位置を合わせるのが大事になります。Jadi apa bagian bagian yang samping yang mata alis dan hidungnya itu yang bagian pentingnya。骸骨は描かないでもいいんですけどね。仕組みだけこんなことになってます。Jadi yang satunya nggak digambar, ini cuma buat contoh aja。あとはね、この今やった、さっきやった正面向きだったら真ん中と真ん中、縦も横もね、真ん中です。で、今やったぐらいの斜め向きだったら、このくらいずらしたのと真ん中です。Jadi yang pertama kali bikin yang apa hadap depan itu kan tengah garisnya di tengah, dan setelah itu yang hadap ke samping garisnya di rada sedikit pinggir。でこの間ぐらいにしたかったら真ん中よりもちょっとだけずらしたところに行ます。で、kalau kalian mau bikin yang kayak ada di tengah-tengahnya kedua ini, ada garis yang dari tengah ada sedikit di pinggir di bawah ke pinggir。でもうちょっとね、角度の違うものにしたかったら、このね、真ん中の線っていうのをもっと横にずらしてあげる。Misalnya kalian mau buat yang apa arah mukanya lebih ke samping lagi, garisnya sedikit lebih dipinggirkan lagi。なんてことにすると、いろいろなね、向きの Jadi dengan ini bisa gambar macam-macam apa sisi wajahnya。キャラクターが作れていきます。で、顔の輪郭を描くのは、ね、さっき斜め向きでやったのと一緒で、耳と顎がつながるよ。あと後頭部がどの辺ですよ。Jadi untuk gambar apa muka wajahnya itu dan apa sambung seperti yang tadi sambungkan telinganya dengan apa dengan dagunya lalu
dari kepala dari kepalanya sampai ke belakang. っていうのを変えていくとね、この向きが違うね、キャラクターっていうのが作れていきます。横向きもちょっと作ってみましょうか。Berbagai gambar yang sisi-sisi wajahnya. Lalu slide sensenya akan menggambar wajahnya ke arah sampingnya. こんなふうにいろんな向きの、ね、キャラクターが描けるんですけども、難しく、ね、描くんじゃなくて本当に単純に描きやすい丸と、ね、位置をどこにしようかなっていう縦と横の位置っていうのをね、この目安を作っておくっていうのがね、大事になります。次あは頑張る berbagai sisi wajahnya biar nggak susah bikin bentuk simple apa oval simple lalu tetapin garisnya mau taruh matanya di mana hidungnya di mana. でここにね、さっきまでデザインしたいろいろね、その顔の組み合わせですよね。これを描いていくことでいろんなちょっとね、顔の表情の変化のあるね、キャラクターたちが描けていきます。jadi dengan apa mengkombinasikan dari yang tadi kita belajar ekspresi wajah sama ini gambar berbagai sisi macam dari sisi wajahnya bisa bikin apa campuran ekspresi gitu。で基本はねこんな感じですけども、あとはねその私の授業の中でねこの漫画を教える中で一番最初にやってるのがこれなんですよ。まあ、表情じゃなくて顔の向きですよね。一番描きやすい正面から斜め向き、それだけじゃなくて斜め向きでもね、いろんな斜め向き、横向き、あとちょっと斜め後ろ向きとかもあるんですけども、jadi nanti di kalau misalnya kalian masuk OSD di kelasnya apa OSD yang manga di kelasnya Yonayama Sensei itu pertama kali belajar itu ini tentang berbagai macam sisi gambar berbagai macam sisi wajahnya jadi dari belakang samping depan kayak gitu。Manga はね、ストーリーがあるので、自分の得意な向きのキャラクターだけ描けばいいわけじゃないので、いろいろな向きがね描けないとダメなんですね。Jadi di untuk manga itu kan apa kalian nggak bisa cuma gambar apa bagian sisi wajah yang kalian senang doang kayak cuma setampak depan doang atau tampak samping doang. Untuk di manga tuh butuh kalian butuh gambar bisa gambar macam-macam sisi wajahnya. で、あとそのキャラクターたちが、どんなことをするのかで、表情がね変わっていくことで、読む人にね、そのストーリーが伝えることができるものなんです。Lalu juga ekspresi perubahan ekspresi wajah itu juga penting supaya para pembaca bisa mengerti kayak dia tersenyum, oh dia lagi senang kayak gitu。まあ、皆さんがねこの漫画をこれから描いていこうっていうわけじゃないかもしれないけれども、その日本の漫画っていうののこの模写とか真似とかをねしようかなっていう時にちょっとねこういう描き方があったななんていうことをちょっと覚えておいてくれるといいかと思います。Jadi mungkin kalian enggak bukan kalian semua mungkin ada yang bukan bermaksud untuk pengen bikin manga kayak gitu, tapi bisa kayak kalian ada kayak pengen redraw dari suatu karakter atau gambar yang kalian senang tuh bisa kalian ingat cara dari Yunia Mas Sensei ini kayak bikin bentuk simpelnya dulu kayak gitu。はい、先生どうでしょう。一応こんな形で書き方をやってみたんですけども。はい、ありがとうございます。本当にびっくりしました。はい、まあ簡単なのからっていうと、私にしてはちょっと無理かもしれないですけど。皆さんでも書いてましたよ。じゃあ、いつもにゃばぎまな部下カメラスカランスモアニャや。
Halo, halo semuanya. Buka kamera semuanya. Samuel, Wilhelmus, atau dari apa Kenji ya? Bagaimana Kenji? Buka kamera. Karena itu saya itu harus itu hadir atau tidak itu harus cek. Ya, Bede, siapa? Iya itu bisa melihatkan ini ya gambarnya. どうでしたか? Bagaimana? Bisa tulis semua. Kenji ya bagaimana? Saya mau lihat. Julius, bagaimana? Udah oke? Okay? 何時なんですかね? おー! うまいですね! うまい! クリスティナ、bagaimana? Ruby good, Ruby good! おー! ケツヤ、bagaimana? うまいですね、皆さん。Luis? Luis, bagaimana? うんうんうん。おおおおおいや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 。クリスティアンド、クリスティアンド、bagaimana? ハロー、クリス?Halo Chris, tidak ikut kah? Wilhelmus? Yang lainnya? Udah oke? Okay? Ya, ya. Hai, nah, mas, sedikit sedikit mereka kaiti di yode. そうですね、本当に皆さんご上手でびっくりしました。はい、ありがとうございます。ぜひ、うちの学校に。あのですね、もうあの、はい、こういうのがあの機会となって、あの今どんどん、はい。実を言うと、今インドネシアに待ってる学生たくさん OSCD に入られて書いてますので、はい。大丈夫です。あ、ユルハムス、バギマナ。ウダトリスか？ウダイスマーか？バギマナ？できない。できない。できない子もいたみたいです。ルイス、バギマナ。ミサか？いや、素敵。ここから始めればいいですよ。はい。難しく考えないでね。はい。また、機会があったら先生、もう一回やりますけど、他の学校でよろしくお願いいたします。はい、書いた、書いた。あ、ルイス、書いた。はいはい、上手に書いたね。はいはい。おお、横向きも書いた。頑張った。はい、頑張ってる子もいますね。とても上手でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい。お願いします。さよなら。さよなら。イリスブトニア、イトアパ、ビサパケライフ、ビサ、なんてビサ、チェックディトダパ、フェイスブック。スカラントルースライフ。フェイスブックや。すごいでしょ。はい。じゃあ、カリスありがとうございました。はい、ありがとう。ヨネマ先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、はい、ハロスビランビチャラバハサジバン、ありがとうございました。バゲバラ。ありがとうございました。ありがとうございました、先生。ありがとうございました。ありがとうございました、先生。OK。頑張ってね。ありがとうございました。アナカラクダリバンカー、ダリベサプジュガダヤ、バハサジバン。ラン、hari ini sudah selesai. Ya. Tapi itu sampai sekarang tidak buka kamera itu bagaimana?